はい、どうも。今日はですね、なんかワンちゃんの、ご飯を売ってる会社のですねホームページに載せていただきくれるということで、ここは西宮浜まで撮影に来てます。11時の待ち合わせですので、もうすぐ来たら来ると思いますけど、とにかく今日も暑いです。まあ駐車場これ出したらダメなんでしょうけど、出させていただいて、こんな感じで今、ちょっと待ってます。みんな暑いのでね、車の中にいてます。今日も30何度ぐらいあると思いますけど、本当に暑いです。もうすぐ来やんの。はい、今日のためにですね、新しいファッションということで、梅ちゃんはピンク、たけちゃんは黄色、ひーくんはグリーンかな、それ。グリーンで新しい洋服を着てます。梅ちゃん可愛いです。梅ちゃん。当初インタビューを車で行う予定でしたが、車でエアコン使っても暑いし、コロナもあるし、ハーバーのカフェで行うことにした。今温度の方は外が36度、車内が 25.5度。私これをつけといた方がいいですか？撮るのに何か録音データを YouTube に載せたりとかそういうことは一切しないので、はい。見つけていって、で、譲渡するみたいなのはずっと表には出してないですけど。今日どれぐらいしてらっしゃるんですか？何と？あ、期間ね。期間はね、そうですよね。もう、広瀬が16歳なので、16歳ですか、14、15年はやってます。もう来てすぐぐらいかな。2歳くらいからこの国家の中のつながりが結構あるんですよ。なので、そういう意味で、最初は近所の人をやりましょうかということで、30名ぐらいでみんなに来てもらって、チャリティーを入れてもらってみたいなのをさせてもらったのが、そう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 、昔からもう明白内障だったりとか、うん、もう大概私に余力があれば最後は行き場のなくなった老犬、うん、最後の場所、うん、そういうのを見るたびに、ああいい会やなって自分の中で納得、いや本当にそうだと思う。納得、うん、作っててよかった。こうして無事インタビューは終了。後で全員でキャンピングカーの中で写真撮ってもらいました。